鎌ヶ谷大仏鎌ヶ谷大仏は、千葉県鎌ヶ谷市にある大仏である。中造製銅製の釈如来像で、高さ1.80メートル、台座含めて2.30メートル。新京成電鉄の鎌ヶ谷大仏駅北口、船橋新京成バス鎌ヶ谷営業所より、徒歩1分ほどのところに鎮座している。安永5年11月、鎌ヶ谷塾に住む大国屋、 福田文右衛門が先祖の霊の冥福を祈るために、江戸神田の鋳物職人、田川修善に作らせた。建立の際、かなりの派手好きであった文右衛門は、自宅前から大仏の場所まで数百メートルにわたって、琉球御座を敷き、僧侶などをもてなしたという。また、海岸供養の際、50人余りの僧侶を招き、江戸の高級料理や800前に300人分の料理を用意させ、 壺に発金、お平に黄金、さらにゃ、小判でとどめさすと歌い生やされたと伝えられる。住民の損数が厚く、明治時代の廃物希釈を乗り越え、太平洋戦争中の金属教室も拒否して、守られた。1972年3月、鎌ヶ谷市の文化財に指定された。現在でも大仏は、福岳が所有、管理し、駅前通りに面した墓地の中に、 ロザで立っている。古くから、鎌ヶ谷塾一帯のシンボルとなっており、東側にある、千葉県道59号市川印西線と千葉県道57号、千葉鎌ヶ谷松戸線との交差点名になっているほか、鉄道駅及びバス停留所にも名が使用されている。正面の道路向かいに、八幡神社がある。ありがとうございます。